はい、どうも、寺間です。千葉です。お願いします。お願いします。日本人、日本語アクセント、めちゃくちゃやべえことしてるっていうのが、英語みたいな強弱アクセントって、アクセント部分が1個しかないじゃないですか。はいはい。日本語は、高いか低いかずっと続くの。日本語のアクセントは、大きく4つに分かれます。最初が高い。真ん中が高くて下がる。で、上がって、後ろが上がる。っていうこの3つがまずあります。4つ目。開いた式っていうのがあります。小高型と開いた式は実は単語の中で同じなんです。何が違うか、後ろのものが変わるんです。もうやめちゃうかな。サラダボール TV。 だからさっきの言うと、チョップスティックスは頭高型なんです。です箸で、ブリッジは小高型なんです。そうです。橋が汚い、橋を歩く。でもエッジの橋は平井田式で、橋が汚いなんです。だから英語で言うと On the bridge と On the bridge で意味が変わる。やだ。そう、いや、これね、衝撃だったんですよ。なるほど。だから鼻、これってこれもこれもどっちも鼻なんです。うん。フラワーもノーズも鼻なんです。そうですよ。だけど花を植えるって言うんだけど、花を植えるって言ったら、あの、日本人的には実はね、こっちを思いつくの。花を植えると花を植える。は？わかるか。確かにね。いや、これね、要は日本人なんか無意識でやってるなと思うよね。このままちょっとリルマイズを返すと、ちょっともう日本語を話したくなくなっちゃうかもしれないんで。いや、普通にそんなことないですよ。棒読み、棒読み。結構いつもより高音やってくる。こうやって、こうアクセントやってる。なので今回はリルマイトに朗報です。あ、ちょっと今日はもう2つの、まあ、打開策というか2つのお話をちょっとしようと思います。はい。サラダボール TV。 1つ目。はい。4つも覚えるの大変だと。あ、まあ、それはあると。はい。ただまあ、この4つを分かりやすくするために、必ず満たされている規則、もうこの4つの中でもちゃんと満たされている規則があるので、とりあえずこれだけは覚えましょう、はい、これさえ覚えればもう日本語はね、もう全部一応全単語オーバーされるの。はい。それをちょっと今日は伝えます、この規則。いきますよ。いいえ。1つ目、1拍目と2拍目は必ず違います。こう低か、はい、低効果は必ず、はい、高校低では絶対ない。ああ、なるほどですね。花と花、まあこんなこと言わないけど、水海とか言わない。なそれこそもう機械っぽいよね。水海、シリと話してる。水海とか言わない。水海とか枕とか、はいはいはい、上が高か2文字目は下がる、はいはい、一歩、まあ、低かったら2文字目上がるっていうのはもう必ず 100%。 あー、はい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 。はい、これは結構分かりやすい。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 もう素晴らしい。ありがとうございます。2つ目。1個の単語の中で、はい、高くなるところは1箇所しかありません。1箇所、はい、あの、何拍か続くかもしれないけど、1箇所しかない。はいはい、つまり、うーんっていう単語はない。ないんです。ってことは、こういうことにならない。こういうことにならない。ね、ってことは、1回下がったら一生上がりません。はい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 。これが2つ目の規則。あ、そうなんですね、うん、もうずっと下がってるもん。その時はずっと下がってる。あー、ほわー。伴奏こうとか言ったら気持ち悪いでしょ。そんな言葉ないでしょ。ないですね。あ、伴奏こう、うん、あー、伴奏こうでしょ。はぁ、この規則があるので、はい、基本的に、はい、言葉が長くなれば長くなるほど中高型、つまり下下がって上がって下がるっていうのが、はい、ほぼ単語は長くなればなるほどその規則になります。なるほど、疲れるから。そうですね。例えば新婚って最初じゃないですか、はい、旅行って最初じゃないですか、はい、でもこれ合わせると新婚旅行って必ず中型になるんですよ。わかりやすいでしょ。わかりやすいです。わかりやすいでしょ。はい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 、いい。だからそうすると長くなればなるほどこの形にほぼなるので、はいはいはい、はい、だから逆に言うと長い単語はそういうことを覚えなくても済むものが多い。はあ。だから短いのが面倒くさいっていうことですね。まあそうね。うん。
でも短いのはまあ、短いから結構出てくるので、それは慣れれば、まあそうそうです。箸とかもね。はいはい。あ、箸。意地悪なんだけどね。意地悪なんだけど、ちょっとうわーって。この2つ、とりあえずもこの2つを覚えてくだされば、はい、基本的に、日常会話ではね、困ることはないと思うので、これはもう覚えておいてください。はい。サラダボール TV! つ目です。はい。2つ目は、はい。言うて、そんなにアクセント気にしなくていい。え？そんなに気にしなくていい。え？いや、違う、え？理由はですね、なんでかっていうと、実はケビンさんとかもそういう動画出してて、はいはいはい、アクセント難しいみたいな話をしてて、で、理由を分かりやすく言うと、日本人自体もさっきみたいに分かんないわけですよ、はい、女子が下がって、だから日本人自体がもうあやふやなわけですよ、ね、だからもう気持ち悪いのはあるけど、さっきのなるべく条件を満たしておけば、例えば上限を満たしておけば伝わりはするよね、っていう感じですよ。なるほどですね。もちろんこんだけね、ちょっと今中国人っぽくなったけど一般規則アクセントを守っとけば基本的に日本語っぽく聞こえるので、まあ、ちょっと間違ったのかなぐらいです、はいはい、伝わるのでそんなに気にしなくていい、はいはいはい、し変わるんですよ。変わる？アクセントが、はい、もともとは開いた型じゃない、一番最後の4番目のね、はいはいはい、開いた型じゃないものの単語が最近開いた型として発音されるようになってるっていう傾向がめちゃくちゃあります。よりめんどくさい方向に言ってるんだけど、実は日本語としてはそっちの方が喋りやすいよ、下がなくていいから。ああはいはい、ああなるほど。だから日常でよく使うものってだんだん開いた式、開いた型になってるんです、はい、専門用語と専門用語、つまり専門の内ではめちゃくちゃバーで話される内容とか、あとは若者言葉っていうものは大体そういうのがなってる、はいはい、ああそうなんですね。例えば彼氏、彼氏っていう最近開いた方だよね、彼氏っていうね、今までは彼氏なんですよ、ほんね、本当ね、うん、そうです、彼氏、はい、彼女だ、はい、でも彼氏彼女って若者が言い出してるんじゃないですか最近これ開いた式なんですよ、彼氏が、あーはあこれは日常的に使うものってこうなっていくっていう、実は日本人の傾向があるんですよ、はいはいはい、バイクとかね、はいはい、バイクっていう、はい、とかね、美人とか、ね、あーはいはい、言いますね、こういうことが起きる、のでまあ、あんま気にしなくて Hey! Hey! It's サラダボール TV!もう一つ、はい、アクセントを覚えなくていいと言った理由があって、はいはいはい、それは日本の中でも違うからなんですよ。ああ、その場所に。そう、だから関東と関西で違うみたいな。そうですね。話し方違いますからね。うん、だから、まあ、そんなに、まあ、なまってるかなっていう感じがあるわけ、はい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 、なので、あとこれはいつか話したいんだけど、鹿児島弁ってのがあって、はいはいはい、実は鹿児島弁ってこの4つじゃなくて、2つにしか分からなくて。おいアクセントあるかないかだけなのよ。お前簡単でしょ。ああで逆に言うとそれでも伝わるから、だからそんなにアクセント聞きしなくてもいいし、はいはいはい、そんなにアクセント重要っていうほどでもない、はいはい、もちろん覚えた方がプラスになることはあるけど、はい、覚えてないとダメですよってわけではないと俺は思います、はい、ただ逆にこのアクセントが重要になる職業がある、つまり覚えないといけない、はい、職業があるんですね、はいはいはい、で分かりやすいのを言うと、まず日本語教師、ああ嘘で教えられないからね、はい、そうですこれが合ってますよ、ヒロシもわーかっこいいみたいなあとはやっぱアナウンサー、あーナレーター、聞き取りやすい風に話さない、そういうのが必要ですから、そういうのを もうものすごく勉強する、はい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 、まあそこは なんとなくイメージできますね。そして、はい、声優さん、え
声優さん、やっぱり声優さん、声優さん、あのアニメの、アニメの、うん、天宮ソウルとか、え、脇あずみとか、え、知らないですよ、すいませんそうです、声優さん、はいはい、声優さんは実は必須科目なんです。養成所とかそういう専門学校では必ず勉強しないと。まあ確かに全部声で演技してますからね。そうなんです、はいはい、確かに。だからあのよくありますよね、俳優さんとか女優さんが声優やってもなんかすごい違和感があるって。ああ、はい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 、けどやっぱりだからその声優っていう職業があるっていうのは。そうなんです、はいそっか、確かに。アメリカって声優さんっていないんだ。いますけど、あの日本ほどなんか、日本ほどなんかめっちゃ有名っていう風にはならない、うんうん、ああなるほどね。確かに映画でもやっぱり俳優さんとかがやりますので。なるほど、確かにそういうイメージ。そうですよ、うん、あのテレビ番組とかはやっぱり声優さん使いますけど、あ、はいはいはい、映画とかになりますとやっぱり絶対ビッグな名前の人たち使いますね。ああなるほどね。だから日本語って難しすぎて専門者が必要なぐらいの言葉なんです。だから覚えなくていいっていうのは、専門家になりたいんだったらしないといけない。そうですよね。そこまで使い分ける必要ないけど、逆にそれ一生懸命勉強してそれを仕事に生かしている人たちもいるということです。すごいな、声優すごいな。逆にということは、もし日本語のちゃんとしたアクセントを勉強したければ、一番の教材はアニメなんですよ見ましたか聞けだってそれを勉強してそれをちゃんと話せるようになった人が喋ってんだから。はい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 、なるほどですね、はい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 、だからリルマイトはうまいんじゃないかな。アニメ好きだもんね。アニメ大好きですねめちゃくちゃ見てるから、だからだと。もうこの前めちゃくちゃオタクでしょって言われるぐらい、もう本当に誰もびっくり誰もびっくりしますって。いや僕オタクですよ、いやもう知ってますって見ればわかりますなるほど、そう。いやそれ確かに自分もアニメ見始めたから発音は良くなりましたね。うんうん、なるほど。しかもなんかいろんなジャンルのアニメを見るようになって、それにでジャンルによっても多分話し方も変わってくる。ああ確かに確かに。それによってまた前よりいろんなものも聞き取りやすくなりましたね。もうアニメすごっ結論、はい、日本語のアクセント上手くなるだけでアニメ見ろ。アニメ見てください楽しいはい、ということでいい感じで結論になったので、イエイ今週はこんな感じで終わろうと思います、はい、この動画面白いなと思ったら、いいねボタン、高評価、コメント、そして、チャンネル登録お願いします。お願いします。はい、それでは今週はこんな感じで終わろうと思います、はい、それではチャンネル登録